だるまありがとう、もりもりさんありがとうございます。公演終わりました、やっほー今日はパジャマドライブ公演でした。皆さん見ていただけましたか。これを動画撮ろう、でストーリー載せようかな。撮れた。配信してます。こんばんは。今日はね、ヒーローとザワちゃんと3人でハーフツインです。最近パジャドラが多くて、めっちゃ久しぶりに出ます、パジャドラ。もう一回撮ろう。オッケー。これでも隠れた方がいいのかな、みんな。明日も目撃者です、よろしくお願いします。平日、今日はパジャマドライブ公演だったんですけど、平日なのにみんな来てくれてありがとうございました。ありがとう、嬉しかった。今ストーリーを更新します、お待ちください。オッケー、できた。てか今年初ショールーム、もしかして一回したっけ、初かな。お、明けおめー皆さん明けおめだね。元気やってますか、元気にやってますか。明けおめ、今年もよろしくお願いします。福ありがとう、キズスユータロウさんありがとうございます、イサオさんハートありがとう。エダッチさん、だるまありがとう、明けおめ。
いいことありそう。だるま。ようちゃんありがとう。みんないいことがありそうなものをくれてありがとう。いいことありそう。うわあ、ありがとうね、みんな。ありがとうございます。おお、何これすご。服。ゆずこしょうさんありがとう。これなんやろ。なんか良さそうなの。ありがとうわー。私もよろしくねー。ありがとうございます。ぐっちさん服ありがとう。熊の手ありがとうね。ありがとうございます。今年も皆さん、もがみななかをよろしくお願いします。今年はたくさん思い出を作って、今年もか、今年もか、初めてというか今年からの方も多いと思うので、今年はいっぱい、はい、よろしくお願いします。おみくじはね、中吉やった。中吉だったんだ。今日じゃない、おみくじ今年でもなんか中吉ぐらいがちょうどいいっていうのを聞きましたので、本当は大吉が良かったとは思ったりもしたけど、全然中吉でこれから上がっていきたいなって思います。うわー、服ありがとう。ルンルンさんありがとうございます。レナメロちゃんもありがとう。今年は絶対に来ます。行きたいです。おー、来てほしい。ぜひお待ちしてます。劇場でもオンラインとか会場でもいっぱい、なんだろう、あとイベントとかもきっとあると思うので、待ってますね。ありがとうございます。最近のハマり、ずっとこれやってる。公園でも辰年のポーズやってます。オンライン今週だね、土日だね。銀一のけんさん星ありがとう。金子さんも服ありがとうございます。いぶきてなちゃんが七日の話、何、何の話、いつもで行ったよん。毎年家族で行くんです、1日に。そこで引いたおみくじが中吉でした。ま、今週末のオンライン初めての挨拶、おお、待ってます。初めましてしましょう。お待ちしております。ジャマーデドライブ、トゥ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 、あ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 、そう、お年玉もらえちゃった今年。嬉しい。もらえないって、もう二十歳で終わりやけんって言われたけど、なんだかんだもらえています。優しい親戚たち、ありがとうございますって気持ちです。最近寒いね、めっちゃ寒い。
なんか暖かくなったり寒くなったり、体調には気をつけてください皆さん。ようちゃんさんありがとう、フックありがとうございます。お年玉、いとこたち、親戚いとこたちにあげました。そしたら超えて戻ってきたから嬉しかった。でもこの話を公演の MC でしたら、あの6期生のちびっ子たちにお年玉は、お年玉はって言われるようになってしまいました。来年考えておこうかなと思います。みんなの行い次第であげたいと思います。ハズレとかさ、あの作ったりしようかな。お餅食べたよ。お餅はきなこ餅と砂糖醤油で食べました。最近カラコンしてる。どこのってめっちゃ聞かれる。キャンディーマジックのピンクベージュです。年越しそば食べてないかも。あ、食べた、食べました。カウントダウンして戻ってき、あ、年越しはしてないのか。年越す前に食べた。翔太さんありがとうございます。フック、なんで、なんだったっけこれ名前。ありがとうございます。ありがとうわ、ありがとうございます。 AKB グループ詳しくないんですけど、モデルプレスさんで見て可愛すぎて、あー嬉しい、ありがとうございます。 HKT48 に所属しています。博多のアイドルです。よろしくお願いします。年越しおでん、おでん食べた。そう、控え室におでんとね、そばがあったので超食べました。ハウステンボスでね、そうスタッフさんが用意してくれて、うん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 、熊の手ありがとうございます。ちぐまささんありがとう。ふくありがとう。ネイルこれだよ。超シンプル、真っ白にハートつけた。今回はシンプルです。パッパッパッ、え、今日はマイナス7度なのでコメントを打つ手が痛いです。マイナス7度なの、やばい。ひー、私今はね8度とか9度とかです。こちら福岡はみんな寒いんだね。マイナス7度。
さなちゃん、くまありがとうございます。今年全然みかん食べてない。最近よく聞く曲教えて。え、何聞くかな、なんだろうな。あ、でも本当に最近、お、なんか低い。最近聞く曲はなんか懐かしい曲が超好きで、西野カナさんとかめっちゃ聞いてるかも。西野カナさん超聞いてる最近。あと生きがいもめっちゃ聞く。生きがいも聞くし、抱きしめられたらとか最近ハマって聞いてる。抱きしめられたら一緒に泣いて、悲しみの浄化装置とかおすすめです。最近聞いてるんだ。テモデモ久しぶりでした。今日テモデモの涙自体がで、パジャドラが超久しぶりでした。超久しぶりに出たこの前。関東済みなのですが、福岡以外で会えたりしますか？オンラインも含めてです。会えます。オンラインが今あって、オンラインと会場の受付がもうあったかな、また始まると思うので、オンラインがあるのと、コンサートが5月にあります、東京で。あとお話し会が4月土日だったね。4月の13、14で東京ビッグサイトでおしゃべり会があります。でその次の週オンラインがあって、コンサートが5月に渋谷であります。割と福岡以外の、福岡以外で会えそうですね。あ、今もあれしてる、受付してるんだって。ぜひチェックお願いします。お待ちしてます。韓国文字は読めますか？私は自分の名前なら読めます、書けます。キノコの山かタケノコの里、どっちが好き？私は絶対にキノコが好きです。キノコの山が大好き。タケノコの里も好きだけど、あのキノコの山のサクサク感、タケノコの方がしっとりだけど、キノコはねサクってしてて、手も汚れないし、キノコ派です。キノコの山派。ようちゃんさん、猫ありがとうございます。
最近ネットフリとかアマプラで見てるなる。最近はねディズニープラスに加入して超ディズニー見てます。見ようかな終わったら。絶対タケノコでしょ。おこ怒ってる。怒らないでください。絶対にキノコ同担キノコ同担拒否とかあるの。絶対キノコでしょ。私はキノコのヤマハだよ。お、今日韓国文字の七個ボードだし、お、キヨーかわいい。あ、わかった、キヨーって見たよ。こまおー、両方大好きな DD です。キノコの山とタケノコの里 DD。 最近ハマってるお菓子は、お菓子か、ない、特にないかも。お菓子な、お菓子じゃないけど浅いまだ食べてる。今日の朝も食べたよ。まつげが綺麗すぎ。まつげはねパリジェンヌに行ってます。ほらすごくない、こんなに上がるんですパリジェンヌすると。皆さんもぜひおすすめです。不思議の国のアリス見たよ。あとね親指姫も見たし、ねニモも見たし、ドリーも見たし、めっちゃ見てる。お正月からね超見てます。私はディズニー大好きなの、本当に本当に本当に。親指姫とかねちっちゃい頃、もうほんとちっちゃい頃、幼稚園ぐらいの時に見てて、もう超好きだったんですよ。だからもうめっちゃ久しぶりに 見れて、ね、最高やった。赤いキツネと緑のタヌキはどっち派。なんかリズムに乗って言っちゃいそうになった今。赤いキツネと緑のタヌキはどっち派。え、緑のタヌキってなんだっけ。キツネはキツネでしょ。緑のタヌキってあれか、かき揚げみたいなやつですっけ。私は赤いキツネ派かな。パパ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 。マイマスカラ使ってないんだ。脱色してる眉毛。夢の国行きたくなる。行けない。スタバの新作どっちの見た。何が出てるの、スタバの新作って。メイク何使ってるか。え、私めっちゃこれ確定してないし勝手に言ってるんですけど、なんか YouTube とか始めたいなって思ってて、なんか YouTube とかでメイクとか発信してきたらいいなって思ってるから、まあいつかできたら報告します。ディズニーの、あ、ディズニーじゃない、スタバの新作は何味なの、何が出てるのかな。次はメイクと料理だったらどっちが得意なの。メイクかな、料理はあんまりね。メイクじゃなくて YouTube いいよね。どんな感じかは全くまだ何も。昨日ねふと思ったんです、ポッて。そういえば YouTube したいなって。なんかメイク配信とか
ショールームでして残らないから、残せないから、なんか残っていつでも見れるようなのがあったらいいなって思って、やっぱ YouTube じゃないって思ってYouTube しようかなって勝手に考えてるだけだから、まだ秘密にしてください。まだ言ってない、したいですって。いつかできたらお話しします。ななかちゃん香水とかプロデュースしたい、めっちゃしたい。私超匂いフェチなので、匂いには敏感とか、鼻が超効くんですよ。どこに行ってもどこに行っても鼻がいいからしたいな。超自分の好みになっちゃう気がするけど自分の好みの香水。私は白使ってます。白の香水、甘いのが超好き。甘いにメンバーの匂いとか分かる、分かる、あってなる。みんなメンバーの香水とかで、あ絶対この子いるわとか思っちゃう。超甘いのが好きなんだよね。白がね超好き。私はね、白いろいろ好きなんだよね。サボンも使ってるし、あの名前が分かんない、なんだったっけな、ちょっと分かんないのも使ってる。ホワイトリリーのボディクリームも使ってるし、白が大好き。本当に白しか勝たんって感じ。入浴剤とか使ってますか？使ってる。もうね最近超使ってる。なんだろう、お花系のやつを使ってお風呂に使ってます。今日はピアスここにだけしてる。最近余計にね、余計にというか、なんかあの鼻が超良くなってる気がして、いつも以上になんかメイク落としとかの匂いにも敏感になったし、いい匂いって思うんですよ。で今までそんなあんまり思わなかったのに超敏感になってる。なんでだろう、お鼻が敏感です。カラコンはキャンディーマジックのピンクベージュ使ってます。最近ずっとこれ。一番いい香りのメンバーはさえちゃん、超いい匂い。さえちゃんはいつでもどこでもいい匂いです。でもはんちゃんとかは多分香水じゃないくて、多分香水じゃない元がいい匂い、柔軟剤が多分いい匂いだと思う。はんちゃん超ね、はんちゃんがいたらわかる。わ、はんちゃん絶対おるやんって
思ったらね、ハンちゃんいたりする。今日はハーフツインだよ。最近寒いけどアイス食べて、アイス食べてる。あのね、最近はあれ食べました。シマウマのやつ、シマウマ、シマウマのアイスバーみたいなやつ、名前忘れちゃったけど、あれを食べましたね。美味しかった、美味しかったですよ。アイス食べたくなっちゃうじゃん。さっきね、夜ご飯食べました。公演が終わり、公演終わりだとね、あの遅い時間になっちゃう。ニューヨークアイスって何？わからない。ななかちゃんのインスタ好きで暇さえあれば見てる。嬉しい、ありがとう。投稿しなきゃね。いい、最近お写真撮ってないな。撮りに行くね。板チョコアイスのキャラメル食べたよ。超美味しかった。最高でしたよ、本当に。TikTok 撮ってないな最近。撮るね、待っててください。撮ろうかな。インスタの写真、インスタの空の写真、今年、さっきじゃない、今日だよ。ストーリー載せたの今日の写真だよ。AI みたい？本当にいいですか？本当にいいですか？嬉しい。あ、母。あ、成人の皆さんおめでとうございます。祝成人。もう成人の日は終わっちゃったけど。おめでとうだね。あ、今日雨だったね、福岡。まつげの長さ元からですか？美容液塗ってますか？美容液塗ってます。私が塗っている美容液は、よいしょ、キスミーヒロインメイクのやつ。朝とお風呂上がりに塗ってる。もう美容液ないと本当にダメです。まつげパーマしてる、まつげパーマとかパリジェンヌしてる方は絶対に美容液を塗ってください。塗るともちも違うし、あの超いい感じになります。語彙力、これはこれがいいかを、これはいいんですけど、あのなんていうの、直感で買ってみたらよかった。口コミとかそういうのは見てないです。そんなに安かったよ、結構いいです。伸びるやつはエマーキットですかね。エマーキット塗ったら伸びると思う。下まつげ私全然なかったんですけど、エマーキット
塗るようになって、見えないね、ちょっとだけ伸びたんだ。髪の毛は生えないかもね。カラオケに行ったいつも歌う曲は、私はボアさんのメリクリとアイコさんのキスハグ、絶対に歌います。この2つは絶対に歌う、超好きなんです、絶対に歌う。もう高校生ぐらいの時から毎回歌ってる。お箱です。いつか歌う機会あったらいいな。いつでもメリクリ歌うよ。真夏でも歌う。愛子さん好きで聞くな、よく聞く。ヘアケア教えてほしい。ヘアケアについてはマジで語れます。ヘアケアはね、教えたい。ちょっと今度っていうか、今物が今ないから、今度あれ紹介したいんですけど、髪の毛は結構こだわっております。でも美容室に行ってトリートメントしてもらうこともしてもらうプラス、家でホームケアもしてる。じゃん。だから今度ご紹介します。メイク動画も撮りたいし、髪の毛とかも紹介したい。髪の毛のそういうヘアケア、化粧水パックとか知りたいです。もう知りたいって思ってくれてるのが嬉しい。髪の毛明るくなった。そう、ちょっとだけ色落ちしたんですよね。もともとちょっと暗く染めてたんですけど、色が落ちて明るくなってる。どうですか、明るいの。悪くない？美容室行こうと。ちょっと暗く、でも結構気に入ってますこの髪色。なんかお揃いの髪色にしたよって言ってくれるファンの方いて嬉しかった。なんかうわーってなった、嬉しい。何色なんだろう。今配信で見えてるよりは暗いよ。結構なんか明るく映ってるけど、そんなにこんな明るくない実物。うん、アイドルみたい。アイドルです、こう見えて。みんな平日あと半分頑張ってね。私は明日は劇場目撃者です。アンビシャスヒーロー楽しみすぎる。土曜日だね。
土曜日に公開されるので見てね、聞いてねか、絶対聞いてね。もう出れるか分かんないから最初で最後かもしれないのでぜひ見てください。平日頑張ろうね、あと少し。土日はね、土日はお話、オンラインお話し会です。今週も頑張ってね。今日メイク変えたんだ、ちょっとだけいつもと違う感じで。気づいた人、気づいた？アイシャドウの入れ方とアイライン変えました本当に分かったの？ミラーボールありがとう、チグマサさんありがとう。気づいたよ、嘘じゃん絶対に本当に。最近でもいろんなあれメイクしてるかもしれない、どれが自分に合うんだろうって模索中。気づいてくれてありがとう。初見です、ありがとうございます。こんばんは、もがみです。誰か参考にしてるの？私はアプリで、これなんて読むんだろう、間違えたら恥ずかしいからちょっと調べるね。ピンタレストです。ピンタレストっていうアプリがあるんですけど、それでメイク調べて、こうやって見せていいのかな、中国美人美女とか韓国の美人さんを見ながら、こうなりたいと思いながらメイクしてる、真似してます。こうやって超かわいいの、みんななんでこんなに人間なのかなと思うぐらい綺麗で可愛いから、参考にしてます。どんなメイクしてるんだろうって。私は気づいたことがあって、こういう参考にする写真の方は全員前髪がないの。だから私は前髪がない女の子が好きなんだと思いました、これを見て。みんなもぜひ見てみてね。そう、アジア
の美人さんたちを見てる。配信何時までですか？そろそろ終わろうかな。明日もアサイ食べます、もちろん。アサイで一日が始まります。終わるね、もうそろそろ。みんな来てくれてありがとうございます。よもう13位ヤクさん、12位グッチさん、11位ヤスヒロさん、10位サナちゃん、9位ギンイチのケンさん、8位ドレイクさん、7位カネコさん、6位ヨウちゃんさん、5位チグマサさん、4位レナメロちゃん、3位ルンルンさん、2位ショウタさん、1位ゆずこしょうさん、ありがとうございました。今年初の配信明けおめでした。みんな今年もよろしくお願いします。たくさん配信するので見に来てね。今年もおやすみ、バイ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 、またね、また明日公園で会いましょう。ありがとうね。バイバーイ。ありがとうございました。おやすみー。